リートン、ソシーのラジオ歴史小話、ジャカ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 。思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、先週火曜日金曜日からですね、徳川家康の子供たちという、もうこれはシリーズになりますね。シリーズで一人ずつ紹介しちゃってると一体何ヶ月かかるんだっていうようなね、勢いですけれども、はい、始めてますが、やっぱりね、前回先週紹介した長男次男という、はい、やっぱりこう暑苦しい話題というかですね、周りの人、はい、もう出てくる人物名がこれが、はい、まあ、有名人だらけというところで、だらけです、うん、みんなつながってたんだってそう、うん、ね、いろんな関係があったんだなってね、養子になったりとかね、はい、婚姻関係があったりと、はい、いうことで、まあ、みんな家族というか親戚というか、そうですね、まあ、そんな状態になっていきますけれども、うん、今日は三男坊をこの流れで紹介していきたいと思うんですけれども、もう三男坊はね、誰ですか、そし第2代将軍秀忠でございます。そうですね、江戸260年の歴史、15代、はい、面々と連なる徳川将軍家の2代目、はい、徳川秀忠という人物が、うん、これがですね、うん、家康の後継者、として、はい、徳川秀忠という人、まあ、徳川家康の子供たちというのはたくさんいるわけですけれども、この秀忠が後継者となるわけです、はい、うん、まあ、長男次男を差し置いて、なぜ三男の秀忠が将軍になったのかというところ、これね、前回申し上げました通り、うん、まず長男の、ね、信康さんという人は、はい、家康が天下を取る前に切腹ということになってしまい、そして秀康は完全に多分ですね、次男秀康は、うん、家康に嫌われていたんでしょうねということで、人質として、はい、人質兼養子として、はい、徳川家を出されてしまったということなんですけれども、お母さん、徳川秀忠のお母さん、はい、この人がですね、うん、徳川家康のお気にだったということもあり、はい、徳川秀忠を最初から嫡男扱いしていたんじゃないのかということを言われています。はい、ただじゃあ、徳川秀忠のですね、第2代将軍の将軍継承というものがスムーズにいったかというと、おうおう、はい、これはですね、実はさっき、はい、お母さんお気に入って言ったじゃないですか。言いました。うん。秀忠のね、お母さんお気に入、はい、なんと、そのお気に入の徳川家康の、はい、お気に入の徳川秀忠のお母さん、はい、はいはい、秀忠の下にももう一人、はい、男の子を産んでるんです。なるほど。じゃあ、お気に入のお子さんが二人男の子でいて。徳川家康から見るとお気に入りの息子が2人いるわけです、うんうん、はいはい、これ1人だったら話は早いですよね。早い。そして、うん、徳川家康が天下を取ったと言われる、うんうん、という言い方をされる関ヶ原の戦い、はいはいはい、この時に徳川秀忠という人は、はい、3万8000の大軍を率いて、うん、はい、関ヶ原の戦いに間に合わないという大失態を犯してしまったわけなんですよね。秀忠君ですね、秀忠君、はい、この人はね、戦争に弱かったということを言われるわけなんです。徳川秀忠。一方、うん、お気にの、うん、で、すなわち徳川秀忠から見たら、同母弟ですな、はい。お母さんも一緒の弟、はい、うん。はい。これが関ヶ原の戦いで活躍しちゃうんですよ。大手柄を獲得しちゃうんですね。そっちの方は、手柄を立てて、兄を差し置いてと。兄を差し置いてということで、うんうん、一時的には、はい、秀忠よりも、うん、四男の方がいいんじゃないか、はいはいはい、っていうような話もあったんですが、もともとですね、やっぱり秀忠という人は、豊臣家との関係も深かったりとか、もともとその後継ぎ教育ということも受けていたわけなので、はい、まあ、秀忠が将軍ということになるわけです。はい、この徳川秀忠っていう名前、うんうん、将軍家の人としては、はい、なんかちょっと違和感があります。まずさっき秀吉と関係があるって言ったところじゃないですけど、秀の字、これはなんか羽柴秀吉を彷彿させる感じですよね。そうですね。なので徳川将軍家の名前といったら、うん、将軍の名前って言ったら家が多くて紛らわしいっていうのが、うん、まあ、これがモットーなわけですよ、はい、家康、秀忠、はい、家光、はい、家綱、うん、で家綱の弟の家綱の綱吉、
はい、はい、で綱吉から名前をもらった八代将軍吉宗とかね、うんうんうん、ちょこちょこと当然家の字がない人もいるんですけれども、はい、徳川家の通字というものは家という字があるんですが、はい、うん、徳川秀忠の秀という字はさっきソッシーが言ってくれた通り、うん、徳川あ当時の天下人だった、うん、豊臣秀吉からもらって秀、うん、使いますと、はい、じゃあ家っていう字をこれ秀っていう字はね、うん、秀吉からもらった字なので下につけるわけにはいかない、うん、上につけなきゃいけない、うんうんうん、じゃあ安っていう字を使っちゃうと兄貴と一緒になったなっちゃう秀安になっちゃう確かに確かに、うん、だから安は使えないじゃあ、うん、家っていう字を使うと秀家になっちゃうと、うん、秀家ってなっちゃうとですね浮田秀家っていう別の人もいてややこしくもらう、うん、そうだなので家っていう字も使えない、うん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 、でその代わり、はい、もう家康の以降はあんまり使われなくなってしまうんですが、はい、家康のお父さん、はい、広忠っていうんですね。お、秀忠の忠の字と同じ字ですね。そう、うん、なんか秀忠のおじいちゃんのおじいちゃんとかも、うんうんうん、ただっていう字を使っていて、はい、あの松平家徳川家はもともとそのただっていう字も結構一族で使ってる字だったので、うん、たじゃあそれを使おうということで、うん、はい、秀ただっていう名前になったと言われています、うん、なるほど、まあ、いずれにしても秀吉との関係が、まあ、深い名前の付け方だから、うん、徳川家としてはまだ徳川家が天下を取った後のうん、人物では時に成人した人物ではなく、うん、まだまだ創業期の人物だったんだなということが、まあ、分かる名乗りだというふうに思いますね、うん、はいはい、なので秀忠の次の三代将軍からは、はい、家光ということで直系家家でずっと行くわけで家光家綱で家綱の弟でもともと後継ぎ候補じゃなかったから綱吉になりました。でその後家の字がこう家信、うん、家継ぐと来てで家継ぐが若くして死んじゃったから、はい、紀州家から吉宗をもらってきてと、はい、でその後また吉宗の後直系直系になっていくので家重とか、うん、家綱とか家綱じゃないや家重、家重の次誰だ、家重家春、うん、で家成うん、で、12代家吉家貞家吉家貞そして、家持ちで最後が吉信と、うん、いうふうになって、うん、大体の人が家がつくということになっていくわけですが、うん、です、ね、まだ徳川秀忠の時にはですね、うん、彼が成人する時にはまさか、うん、パパが徳川家康が天下を取るとは思えなかった、はい、まだ分からなかった時代だったわけなので、うん、天下人秀吉から名前をいただいたというところですね、うん、まあ、あとこの徳川秀忠で有名な話としたらですね、はい、やっぱり奥さん、はい、奥さんがお栄養の方お子という人だったので、うん、はい、この人誰かというとですね、うん、浅井長政とお市の方徳川じゃないよ織田信長の妹の娘、うん、妹であるお市の方の娘がお坊の方なんですね、うんうんうん、そのお坊の方だけじゃなくてちゃちゃ淀殿秀吉の側室である淀殿も、このお市の方の娘ということで、うん、徳川秀忠これまたね織田家に連なる、はい、方を奥様として、もらっているわけなんですが、うんうん、まあこの奥様がですね、徳川秀忠に対して側室を持たせないということで、はい、まあ、ご本人もね、うん、男の子をちゃんと産んでいると、うん、当時の女性、はやっぱり男の子を産むということが非常に大切な役割でしたので、うん、はい、まあ、文句は言わせないぞ、はい、他の女に手出しはさせないぞと、うん、ということで、まあ、そんな、かか天下になってしまったんですけれども徳川秀忠一度浮気をしておりまして、うん、それでも子供ができたんですがその子供が、はいはい、お栄養の方に殺されるかもしれないということで、こうどうしようどうしようっていう風にしたりとか、はい、なかなかその肝っ玉の小さいところとかがね、非常になんとなく印象に残っている人物なんですが、うん、はい、とはいえやはりいろんな政権の長くしていくためには初代だけじゃなく、うん、やっぱり二代目というのも非常に重要な役割であり、徳川秀忠という人物がですね、徳川家の、うん、徳川政権の
安定をもたらした主政の人、はい、うん、と認知もされているわけなんです。まあ、戦争は弱かったかもしれないですけれどもね、うん、三男秀忠、結果としてやはり彼を、うん、徳川家康後継者にしたことによって、徳川幕府江戸時代のみならずこの我々日本という国がですね、うんうんうん、パックス徳川アナという空前絶後の平和な時代を迎えることができた、うん、そこにはこの三男坊秀忠の力があったというふうに思っております。はい、はい、ここまでね、長男次男三男一回ずつやってきましたけれども、うん、とてもじゃないけどこれじゃいつまで経っても終わらないということで次回金曜日はですね、はい、一気に3人ご紹介しながら進んで、ま、ちょっとスピードアップしてねいきたいと思っております。はい、ここまでのお相手は私リートンとソシーでした。バイバイ。バイバイ。ラジレキリスナーの皆さん、今我々リートンとソシーはラジレキ世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国を巡って皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、この国にこんな歴史があったのということをリートンとソッシーの2人で紐解いていっています。ぜひラジ歴世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと青色のサムネイルが出てくると思いますので、そちらの方からぜひ聞いていただければと思います。順次週に1編ずつプラスアルファできるようにですね、今公開を進めていっており、なんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな。皆さんそれではお楽しみに。